どうもグリズンです、それでは今回もアンチャテッド黄金塔と消えた戦団の方をやっていきたいと思います、うん、はい。まあ動画自体はね毎日流してますけど、僕はねこれ自体は、2週間ぶりぐらいにプレイしてるんで、ちょっとね操作の方忘れてるんで、やばい。これはバツボタンでいいのかな。ちょっと押してみますね。ああよかった、バツ。何か見つけたか。何？ん？なんて？それをどうするんだ？ああ頑張れ天智。けど無理すんな。なるほど。ターザンのように移動するわけですね。70年もののしっかりしたロープだ。行きます。ショー。秘密の章って言ってますね。わかんないけど。ん？これは何を押すんだっけ？丸か。ね、もう僕完全に忘れてるんですよ、もう。なんでちょっとね、いっぱい死ぬかもしれませんけど、よかった、向こう行くの？よかったらね、最後までお付き合いください。なんか光ってますね。お宝ですね。これは、あ、これ落ちたらまずそうですね。あ、でもあとやでしょ、過去と。その通りで、そう考えてた。分かってんのか、意味、本当に。あ、嘘だろ。あ、これは、もう体型がね、決まってますよね、ここ通れる人。スマートな方じゃないと、この先はいけない的な感じですよね、もう。だろうな。まあ僕一度プレイはしてるんですけどね、もう全然覚えてないんで。ん？何？なんか向こう光ってますね。どうやって行くんだろう。これは普通に降りていいのか。あ、まずい、くしゃみが出そう。あ、なんかテントがある。あ、狼。道は合ってると思うが何もない。じいさんが言ってたのとは違うな。まずトブナリアタドドレヒネト。ああ、そっちか。そいつら噛みつくの知ってるよな。はい。あそこ光ってるとこはどうやって行くんだろうな。これで行くのか。これ方向って変えられるのかな、このロープ。あの人が言ってるとこじゃなくて光ってるとこに。あ、変えられますね。あ、これで行くんだ。よし、じゃあ行ってみましょうか。行けるか。あ、行けた。わ、危ね危ね。オッケー。でこれは一回降りないとダメなんでしょうね。一回降りてまたあそこからジャンプして向こうに渡る感じですね。あの人の名前何でしたっけ？源氏？違うな、なんか違うな。忘れちゃったな、もう。ああ、なるほど、久々だなこれ。あぶね。寒そうですよね、ここ。おい、何を急いでる。もしもし。おお、これは、これ走るのなんだっけ。スノーブーツだぞ、運動靴じゃない。これなんだっけ、走るの。ダッシュ、ダッシュしなくてもいける、これ。なんか距離が、あ、危ない危ない危ない。行くよ、普通に。あぶね、行けましたね。でも走るのなんだろう。あ、狼。何を見つけた。っていうか危ないよここ。大丈夫？そんなとこにいて。え、ただ。なんか薄そうだよ、床。チンターマニ石。チンターマニ石。うん。ほらほら、やっぱり。
そこも嘘そうだけど、大丈夫？いつまとペッサス。なんか違う言葉に聞こえてくるんだよね。この人が言ってること。どうした？なんでそこで止まってるんだ？今度は俺が探さなきゃいけないのかな、道を。天神来い。天神か。天神？ああ上のやつか。手を貸してやる。もが逃げきらんやが。何？ああまだそれ習ってない。どういう意味だろう。俺からか。あんたが行けって。でも天神はどうやって来るんだ。え、こっからどうすんの。あっちに飛ぶの。あ、はいはいはい、分かった、こっちだ。でこの下か。ちょっと待って。おお、怖えな。冒険のためにもう本当命がけですよね。オッケー。なんかロープあるけど、あれ天神いないな。これこの下か。あ、宝。あ危ない。え、こっからどうすんの。ん？ここはお宝取るだけ？いや違うな。ちょっと待って、何か一回こっち行く。あ違うな。ん？ちょっと待って、どうすんだこれ。なんか戻れないな、こっち。あ、戻れた。戻れたよ。あ、これか。普通に登れたね。で、あっちに飛ぶ。そんで、あそこ？あそこしかないよね。よし。で、移動して、あ、ここで下に降りる。おっ、あぶね。おーし、なんかあるよ、ロープ。あれ、ダメだな。天神がいますね。来い、捕まえてやる。マジで？おお、わつら、捕まえた。うわつらーって。あー、よかった、貸し一つだ。プッチモニ？プッチモニ？全然違いますね。そう、僕ね、結構ね、会社、勤めてる会社でもね、聞き違いが多くてね、そう、いつも喋るね、後輩が声が小さくて、でいつもね、言ってることがね、違う風に聞こえたりしてね、彼はね、それを楽しんでるんですよね。あ、待て待て。これでもさ、こういうことを、これ2回目だよね、こうやって崩れる。もう完全に来た道からは戻れないやつですよ。彼らはそれは考えてるんですかね、ちゃんと。そこら辺のとこ、あ、近いんじゃないこれ。大丈夫？俺も200マソ、200の箱。はい、まあ大丈夫だって言ってるんですかね。武器何も持ってないんですよね、今。ちゃんとね、こう宝があるかどうかも調べないとですね。こうやって走るのなんだっけか。何がこんなこと。これだよ。何が原因だ。狼がやられたの。キプチャーディセダイシェナツァブレシャジェダイディタツンヤボマレ。天智、もう行かないと。北の生まれ？北の生まれのジェダイ？
ちかな。暗いね。こっち？で、ここか。おお、びっくりした。全然気づかなかった。なんだ今の。なんだいあれ。なんか。何？すげえびっくりしたんだけど。お、なんか明るいっすね、こっち。あ、また行ってる。北の生まれ。コンデンサー？なんかコンデンサーとか知ってるんだ、天神。あ、やばい。あ、大丈夫か。びっくりした。あ、なんかありますね、上に。これは、どこ行けばいいんだ、まあ、とりあえず、適当に、探索しましょうか。なんかここ行けそうですけどね。パンチ？パンチ！はあ、はあ、ダメですね。これダッシュなんだっけか。お、何？これもう戻れないじゃん。別の道から。あ、ここの水凍ってない。こっち行くのかな。でこっちに来て、この上かな。この下じゃないよね。この下やばそうだから、ここだ。オッケー。あ、でこっちに行くのね。ほんで、向こうかな。こうだよね。で、あ、なんかある。で、この下に降りる。降りちゃっていいよね。あ、間違えた。はい、降りた。で、お、ピストル。なんか随分古すぎるといいや。これなんかドイツ製の銃みたいな。これ撃つのかな。さっきパンチじゃダメだったもん。あ、銃です。結構弾使いますね。あ、来た。うわ、何これ。こんなの出てきて来たっけ。わあ、これ助けないと。やめろお前。やばい、来るか。これなんだっけ、リロードはなんだっけ。わかんねえ。いろいろ押してるけど。やばいやばいやばい。天神大丈夫か。なんかぐったりしてるけど死んでないよね。おお、危ない危ない。あ、やれる。やばいやばい。やばい。死ぬこれ。あ、痛い痛い痛い。あ、やば、まずいまずい。これまずいよ。ちょっと回復、まず回復、ちょっと走りながら回復させよう。これはね、そういう、ボタンを押すのはね、ちょっともうアンティルドーンで鍛えたから。この前アンティルドーンの方が全然早いから。やばい、こいつ隙を与えてくれないと。攻撃仕掛けて。あ、またこれか。あ、今度違うな。あ、やばいやばい、死ぬ。おしよしよしよし。何こいつ超強いよ。やばいやばい。よし、ひるんだ。やばいやばい。めっちゃ強いんだけどこいつ。ボス級だよもう。死に方が面白いな。あ、またこれか。仕方でしょ。オッケー。わあ、怒った。あー、ちょっと隠れててダメだった。
あ、ここでリロード。なんかリロードできたような気がするけど、できなかったかな。あ、やばい、これか。あ、やばい、どうしろっつんだよ。じゃあ、あ、天神大丈夫かな。こういうなんか流れってだいたい死んじゃいますね、相手。主人公を助けて、あ、大丈夫だった、よかった。天神いい人だから死んでほしくないですね。何だったんだ今のは。いや、ラフトマン、どんで検査中で。なんて、ちょっと待ってくださいね。はいはい、行きましょう。ちょっとね、僕、すぐ忘れたりするんでね、ながらいろいろメモったりするんですよね。で、ちょっとそのメモを探してました。うん、この人。え、何？どうした？天神、どうしたん？あ、これか。そうだ、そういえばあったね。手を貸してやるから。あ、今度天神素直に上がってくれましたね。そうだよ、俺はどうしたらいいんだろう。ミッカー、ん？おお、危ねえ。この下にいたらどうなってたんだろう。怖え。いや、あ、またなんか光ってる。そこは純平みたいに。どうした天神。おお、ん、 あっちに行くのか。お、お宝で。あ、ここはお宝だけか。え、だって他に行けるところはあったっけ。他に行けるところ、天神。あ、ちょっと待って、なんかあるね。撃つのかな。さっきね、ここに弾があったんで、だいたいこういう流れって銃を使う。あ、間違え。使う、やっぱそうなんですね。あ、これはちょっと勢いをつけないとダメかな。よし、 OK。 あ、そういえばね、ゲームと全然関係ない話なんですけどね、ちょうどね、今日、さっきですね、僕車買っちゃいました。まあそれだけです。はい、まあ、一応ハイブリッドカーをね購入したんですけど、結構ね、悩んだんですけどね、何を買うか。まあ今の、まあ結構ね、今まで大きい車、大きいっつっても、まあそこまででもないかもしれないけど、オデッセイとかね、オデッセイ2台ぐらい乗ったかな。今回で4台目なんですけど、車。そうですね、乗っててね、まあそこまで広くなくてもいいかなと思ってね、アクアを買いましたね。で、アクア結構ね、狭いって言われてて、天神は、あ、来た。まあこう、どんな感じなんだろうなと思ってね、乗ってみたら、まあ割とね、そんな狭く感じなかったんですよね。別に普通だったんで、まあただね、それが4人とか車に乗るってなると、後ろの狭いかもしれないですね、ああいう系は。まあアングレの大きさの車ってね、多分大体その、おお、あ、なんかあった気もしなくもない。どう思う、あの像まで行くしかないか。あの真ん中の、どうやって行くんだこれ。天神、あ、なんかあるな。天神来てくれ。
ああ、なるほど。これは2人じゃないとダメですよね。僕がこの上に踏んでる間に天神が、あ、天神がこれに乗るってこと？俺が行かなきゃいけない？天神、そっちのスイッチに乗ってみろ。ああ、なるほどね。で、これやるとどうなるの？ああ、なんか動いてますね、向こう。ああ、なるほど。こうやって、交互にお互い助け合いながら進まなきゃいけないんですね。全然覚えてないですね、こんなのも。そんな前じゃないと思うんですけどね、このゲームも。大丈夫だよね、これ。もう行ったからね。で、この天神に動いてもらわないといけない。動いてもらうっていうか、踏んでもらう？ああ、そんなことないか。俺が自分でやるんだ。これ勢いつけなきゃいけないのかな。ああ、違う、間違えた。あれ？OK。いきますよ。何の音これ。あっちょっとこれはまずい。これは急がなきゃいけない系じゃないか。ちょっと待ってよ。どうするんだこれ。あっネイトすごい声出しましたね。なるほど、分かりました。大丈夫です。今度は急がなきゃいけないんですね、これは。